はい、こんにちは。今回はね、ガバオライスボックスというやつのね、ローソンから、出されてた弁当があって、珍しく半額になってましたね。あれ、コンビニって半額にすることってあんまりないんですけども、まあ、珍しく半額になっていたので、買ってきましたかね。では、食べてみますね。多分これは日本風のものではないですね、明らかにね。これは外国産なので、街角工房って言ってね、ガバオライスっていうね、カバが食べるんですか違いますみたいなね、まあ、感じでございますけども、食べてみてくださいですね。あ、なんだ、ピーカス。うん。ほっとる、これ、なんか辛さはね、うん、きますね、これ。辛さがじわっときて、で、この、うん、なんて言うんだろうな、うん、ライスとうん、この非常に ライスの辛さにこのご飯が柔らかめにいいんですけど、ライスが辛いんだけど、これあれなんだよね。最初このナスの味がするんですよ。でナスが来て、その次に鶏肉の味がするんだけど、それが全体的に塩と胡椒でまぶしたから、カレー粉と辛い粉とで、非常にちょっとこれ海外の味ですね。うん、日本の味ではない。で、すごく辛い。で、この野菜にしても、うん、非常に、あ、これキャベツだね。キャベツが柔らかくて、ご飯の上に乗ってるんですね。で、うん、非常に柔らかめのキャベツに、なんとも言えないね、辛さがあって、で、その上に、この卵の、柔らかさがありますね。うん、で、黄身がとろりとしていて、うん、なかなかいい味わいを出してるなというふうに思います。で、このうん、非常に柔らかくて
で、この美味しさとね、うん、鶏そばの、うん、味に、なかなかの、いい味を出してるなと思いますね。で、この野菜のシャキシャキ感があってね、で、これの、うん、美味しさが良くて、うん、なかなかの美味しさで、でそぼろの味と、うん、うん、ご飯の柔らかさに、うん、この鶏そぼろの味わいがなかなか良くて、で、でこう辛いの、本当辛いんですよ。食べるほど汗が出るほど辛いんだけども、まあ、なかなかのいい味です。新鮮な、うん、キャベツの味もあったし、あえてキャベツにこう何もタレをつけされないでそのまま食べるっていうのがね、またいいなっていう感じで、うん、どれを取ってみてもシャキシャキとして美味しかったです。どうもありがとうございます。